広島カープ塾始めます。今日はポジション別で外野、レフト、はい、で4番でございます。レフトのポジションは、去年も一昨年もそうですけども、いろんな選手が守ったというところでした。新しい流れの聖火の選手がね、ライトではなくレフトを守り出したのが去年だったと、非常に変動的な守備位置といろんな選手が守るという形でした。それでは塾長お願いいたします。はい、私は今年は、末金の状態ではあるんですが、レフトはオープン戦等々を見ると秋山が固定かなと。秋山左は確か秋山選手のレフト増えてきましたね。あえて言います。左の秋山が固定かな、打者。これは左ピッチャーが出てきた時っていう意味ですか？それとも左バッチャーが出てきた時？左ピッチャーが出てきた時ですね。右ピッチャーが出て左の秋山。右のピッチャーが出て、レフトに左の外野手を置きたいということですか？そうですね。それで秋山。なるほど。じゃあ、左じゃないバッターをレフトに守らせたときは誰ですか？私はね、これは中村健人とか末金が入って、もしくは久保ですよね。普通に考えれば、実績で言えば末金選手なんでしょうけど、怪我してますからね。そこですよね。怪我の復帰具合なんですよね。多分今の練習量でいうと、怪我での練習量を見ると、ちょっとファーストとレフトの守備量はちょっと明らかにないんですよね。で、そうするともう2023年と見ても、もう明らかに守備経験、社会人、当然大学等々見ても、外野で使うしかない。まずはね。外野から入るしかないとなると、多分、ライトはね、やっぱり末金、かなりミス多い。致命的な時がありますよね。ライトの守備の痛いのは、打者ランナー三塁に行っちゃうんですよね。そうなんですよね。で、なおかつ一塁ランナーホームなんですよ。で、末金実際問題はホームにやってますよね。一塁ランナーレフトだったらセカンド止まってくれますもんね。レフトだったら、下手をすると2、3塁なんですよね。そうですよね。なので、私は右ピッチャー、秋山、レフトだと思います。そうですね。当然、シーズンのね、交流戦までは、右左関係なく秋山を使ってくるケースが多いとは思いますよ。秋山選手、これ大事な話になってしまうんですけど、左ピッチャーの時ね、オープン戦、5番レフトっての多いなと。で、右ピッチャーの時は3番センターが多いなと思ったんですけども、そんな起用方法もあるんですかね？それは考えてはいると思います。でも、今、カープの外野を全体で見たら、田村とかね、野間とか、やっぱり、ある程度は、秋山に、センターにこだわってこない。田村選手も、基本ライト、たまにセンターですけど、レフト守ることはないですね。ですよね。レフトもうセンターライトですから、あと大森がセンターライトですよね。そうですね。で、田村選手は、基本ライトですね、見てると。センターももちろん守りますけどね。基本ライトですよね。なので、野間がある程度センターに入ったりしてますので、私は基本は、秋山が交流戦ぐらいまでは、まあ、右左関係なく出ては来るとは思いますけれども、まあ、基本はでも右の時、まあ、これ、末金が戻ってこないと、結局、左に対して、左の秋山の方が、分がいい面もあるのは事実なので、そうですね。ここで起用してるのかなとは思うんですけど、そうですね。だから、そこはもう中村健人次第なんですよね。そうですよね。まあ、もしくは中村翔成とかね。そうですね。レフトで言えば。まあ、要は困った時の堂林なので、これはちょっと、なんとかな、困った時なので、基本は秋山、レフト。まあ、センターライトの秋山は、ちょっと今シーズンは、あまり考えなくていい。まあ、正直、堂林選手と上本選手って、なんとかしてくれますからね、使えばね。で、なんとかしてくれるけど、スタメンじゃいらないよねっていうだけなんですね。そうですね。スタメンで、逆に言うと、秋山の7、8、9以降、延長は秋山じゃなくていいよねっていう。そうかもしれないですね。要は私が言ってるのは143試合、秋山にベンチにいて、代走とか守備固めとか代打で出てくれないと困るってことが言いたい。そうですね。それと、秋山選手が、坂本勇人選手、他の選手のように、最速2000本安打っていうのを目指しているんだったら出なきゃいけないですよ。そうですね。そうじゃなくて、2000本安打を目指すんだったら、別に来季以降、カープが契約しないって考えにくいでしょって話なんですね。まあ、どっか違うところ行くんだったらね、西武ライオンズなのかもしれませんけども。戻るかもしれないけれど、まあ、カープが契約提示する以上は、FA で他球団行かないでしょ、今の秋山。そうですね。まあ、当然 FA をするってことは、他のチームで2000本安打打ちたいんで、だから2000本打つためにどこの球団でやるんですかっていうのは、秋山の選択肢の話なんで、カープの話じゃない。そうですね。だから、最速、なんかよく2000本安打打たせたくないんですかって聞くんですが、2000本安打ではなくて、2000本安打打ちますよ。ただ、最速2000本安打ではなくて、別に、今年中とか来年中2000本安打達成する必要はない。今、例えば41、2歳とかだったらね。それ急いだ方がいいかなと、動体視が落ちてくるんでと思うんですけど、秋山選手、そこまで年じゃないですからね、まだ、そのこと言ったら、大島洋平選手はどうするんだってなりますからね。なりますから、新井貴浩選手だってそうですよね、金本選手だってそうです。そうですね。だから、そんなに、秋山選手の内野安打が打てなくなるほど、走力が落ちてないわけですよ。守備力も落ちてないですから。それでも連続してね、いろいろスタメンで使いすぎて、センターで使いすぎてしまって、致命的な怪我を負う方が2000本安打から遠ざかりますね。私は結局、1ヶ月離脱したんでしょ、忘れてませんかって言いたいのは、1ヶ月から1ヶ月半、もうスタメンどころか、1打席しか立ってないですよね。そうですよね。だったら、いやいや、2打席でも2打席、3打席、交代でも143ベンチにいてよっていう。まあ、その方が2000万なりも近道かもしれないですね。近いですよね。だから使いすぎでいなくなったですよね。だから別にスタメンである必要はないし、要は秋山がカープに必要ですし、いてくれないと困るんですよ。ただ秋山にカープの中でまあ1回から基本は9回ですと。で、12回まで延長がありますと。どこまで3打席立って結果出してくれるんですかっていう考えた方が。はい。あともう一つ、末包選手が2024年どのぐらい試合に出れるかなってもありますね。いつ復帰するかなんですよ。そうですね。一軍にね。だから末包が今の状態は早く戻ろうとしてますけれども、早く戻ったところでまた3ヶ月離脱じゃ困るんですね。逆に言うと、6月復帰でシーズン終盤までいてくれた方がいいんですよ。そうですね。ところが4月復帰しました。次戻ってきたのが9月ですじゃ困るんですね。そうですよね。そう試合数でいうと、まあ、そう打席数も含めて、はい。だから、復帰は交流戦の真ん中ぐらいでいいぐらいな怪我なはずなんです。そうですね。はい。で、この代わりシーズン特に一番大きいのは8、9なんですよね。優勝争いかクライマックスの争いで、作れなきゃいけない。ここに西川だって、秋山だって、上本だって、みんないなくなっちゃって、カープ怒ったん。野間もいなくなって。そうですね。ここに、名前が上がってる欲しい秋山とか野間とか、当然小園も含め、菊池、まあ、両外国人も、男性、デビッドソンも途中で、使ったり使われなかったりになっちゃうぐらい、そうですね。になってしまう。だからそうじゃなくて、今開幕で想定して出てる人たちが、8、9にちゃんとベンチにいて、機能してくれるような形で残ってくれないと困る。そうですね。そこはポイントだって感じですね。秋山レフトなんですね。で、秋山にはだから途中交代や、逆に言うとスタメンは若手に与えりゃいいじゃないですか。そうですね。逆に終盤に相手チームにしてみたら、8、9、10の、まあ、言い方悪いで田村より、秋山の方が嫌なはずですよ。私は嫌ですから。そうですよね。何してくるか、いろんなこともしてくるし、いろんな、走者の進め方とか、野球を熟知した野球をしてくるわけですよね。そうですね。まあ、セーフティーバントとか。過去を打たれた記憶が戻ってくるピッチャーもいるかもしれないね。いますから。そうですね。やっぱり若い人たちは逆に言うと荒っぽかったり、まあ、最初の3打席を引きずったりしますから。ああ、それもありますね。これがベテランになればなるほど、それがないんで。まあ、薄いんですよ。特に7、8、9、10延長に入った時に、落ち着きが違いますからね。まあ、若手の勢いでのさよならっていうのはありますよ。でも、その時って、大体猛打賞を打ってたり、もう3打席、2フォアボールとかでもう、バンバン塁に出てたりの勢いで打って、てるんですけど、はい、そうですね。ベテランのもう4打席4タコでなかなか起死回生打ってないんそうですね。若手の方は、特に田村みたいな20歳前後、まあ大森とか、結果が出てない人たちで、中村隆弘も含めてね、はい、大森とか、だから、まあ中村健人とか、だから、これは、やっぱり、ここで、それより秋山がいたら嫌でしょ。しかも、打席を経験した秋山になると、1打席勝負じゃないですからね。ボールを試合慣れして、後半秋山。そうですね。だから、別に私はスタメン秋山にこだわる必要はないっていうのは、後半秋山の方が怖いでしょ。代打って難しいって言いますから。じゃあレフトに関しては来年、今年のレフトでポイントは末包選手がいつ戻ってくるか、ここですね。そうですね。末包とか中村、まあ要は新井監督が抜擢したい、まあ、争わせてる久保、中村隆弘、大森。末包、中村健人、中村翔成、この若手が秋山に代わって私たちがまずスタメンくださいっていう状態になれるかどうか。そうですね。そのポイントですね。その代わり、彼らが必ずしも3打席で結果が出るわけではないので、チャンスがあれば代打秋山でそのまま守備についてもらえばいいじゃないですか。そうですね。守れるんだから。そうですね。そこにかかってきますかね、やっぱりね。そこが私はレフトは今シーズンは秋山が軸、なんでかな、全体の8割以上の打席とポジションは秋山ですよ。ただスタメンである必要ないんじゃないかなと思ってるだけの話。はい、わかりました。局長、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、失礼いたします。失礼いたします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。